足のつり、足底筋膜炎、押していきます。セルフケア。で、本日はですね、足を指がグーッとつってしまったりとか、足をつるという方だとか、足底筋膜炎の痛みでお悩みの方向けのセルフケアになります。まずどういうふうにするかというと、お悩みの足をまず膝の上に乗っけてもらって、足裏をなるべく自分の方に向けるような、こんな形ですね、置いていただいて、反対足の上げた方と反対足の肘を使って、足の裏をグリ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 と押していきます。で、この時にですね、肘で押している時に足の裏に硬い筋なんかがあれば、そこを入念にグリ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 やってあげてください。そのままだいたい1分ぐらいグリグリしてると、先ほど硬かった筋というのが、硬くなった、蜂蜜がですね、動かしてるうちに喉柔らかくなるようなイメージで柔らかくなってきます。なので1分ぐらいやってもらって、柔らかくなってもらったら、ちょっと立ち上がってもらって、足の状態確認してもらうと、先ほどの痛みが消えてるかと思いますので、ぜひぜひ実践をお願いいたします。